下田ダ漢11月4日昭和14年は、日本の政治家、実業家、元衆議院議員、元大将鳥取銀行監査役、元鳥取新興社長、鳥取県平民、元鳥取大学長、下田光密造、元参議院議員、田中信義の2位、鳥取県八津郡佐抜村罠県出身、下田弥平の長男、鳥取市中に学び、 また、官石を、林良造に学んだ。明治37年村会議員、明治40年に、軍会議員、明治44年県会議員となり、引き続き、大正9年まで3期当選した。この間、佐抜村長も務めた。大正9年5月、現内閣の時の衆議院議員総選挙では、県政会に押されて、鳥取県第2区から立候補して当選した。 衆議院第43回帝国議会衆議院議員名簿衆議院広報付録1920年24ページ稲葉人事更新録大正12年の百 943ABCDEFGHIJK 人事更新録第8四484人事更新録7四 487ABCDE 鳥取県大百科事典1984年412ページ。ありがとうございます。